浅川則彦は、明治時代の細菌学者、医学博士、北里柴三郎に支持し、ジフテリアや破傷風などの血清研究に功績を残した。生前は、日本の免疫学の第一人者であり、丹念に追求していく、その研究手法は、探偵的研究とも呼ばれた。日本細菌学会賞の一つに、その功績を記念する浅川賞がある。 1865年1月に、土佐国土佐軍新村に生まれる、中江町民のいとこ、旧高知藩士。県立医学校で医学を学び、卒業後上教して、再生学者で造形を深めた。1889年に郷里に戻って、開業。1890年に、高知病院に招かれ、副院長となる。1894年に、再び上京して、 北里柴三郎に指示。1896年に浅川単独治療法と呼ばれる単独の治療法を開発。北里が新たに伝染病研究所を開いた時に助手となり、ジフテリア血清療法の研究に指示して大きく貢献した。また、血清薬院が創設されると、その製造を担当した。1899年4月に、 国立伝染病研究所部長となり、講習を担当して、後輩を指導した。1900年には、ビダール反応を、チフス菌の診断に応用し、浅川診断液を製造他にも、破傷風の毒素の作用を研究し、破傷風菌の毒素が、神経中枢を犯すことを原因まで突き止めた。余暇に、ミノル集裁金額などを表し、1901年に、 医学博士の学位を授かる。1907年1月10日に病気で死亡。北里は彼の業績を記念して浅川省を設立した。ありがとうございます。